皆さんこんにちは、伊藤純也です。中山優太です。30周年おめでとうございます。これからも応援してます。皆さんこんにちは、レイソルサポーター、ファン、関係者の皆様、30周年おめでとうございます。おめでとうございます。サガン鳥栖強化担当の小林修造です。サガン鳥栖、スカウトやってます谷口です。僕は1年間しか、プレーできなかったんですけど、2013年、皆さんと共に、今あるバンカップですけど、あのダリスカップを皆さんと一緒に、取らせてもらって、最初で最後の、タイトルでした僕にとっては、はい、なんですごく思い出深いです。はい、そうです。僕は7年間、2004年から2010年まで、柏レイソルでプレーして、本当に新卒の高卒も18歳で入団して、思い出本当にたくさんあるんですけど、まあ、本当に2度の降格と2度の昇格をその時間を皆さんと共有できたことが本当に財産でしたし、まあ、今も本当にプレイヤーやこうフットボーラーとしての本当に礎を築くとても大切な7年間でした。その節はどうもありがとうございました。その後のブーイングもとても心に残っております。はい、これからもサッカーに多分僕も谷口も関わっていくと思うので、はい、皆さんで J リーグや日本サッカーをこう発展させていけるように僕らも頑張るので、今後ともどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。レイソルサポーターの皆様こんばんは、中村浩介です。レイソル30周年おめでとうございます。レイソルのことをいつでも応援しています。今日の勝利祈ってます。こんにちは、 It's Michael Olunga and I just want to say happy 30th anniversary to Ray Sol。What a fantastic club it was playing there, from the fans, the atmosphere, the players, all the people involved. It was really, really fantastic. And I just want to congratulate you on being in existence for 30 years. And in future, wishing you luck in all the games you play, in all the activities you do. Continue with the same spirit, with a good reception for the players. And wishing you all the best. 頑張ってください。柏レイソル30周年おめでとうございます。お久しぶりです。キリアドです。菊池です。横山です。田中純也です。橋本です。いやね、柏のレイソルというチームがこの素敵な出会いをさせてくれました。僕たちもね、俺ばっかり喋ってるから。いや大好き。じゃあこれからも。お互い切磋琢磨して頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、頑張ります。横さんなんてもうあれだからね、創立のそうだ、創立メンバー30年前、53歳になりました。あとやっぱね、TJ ね、聞きたいね、TJ の歌やってたり、またあ、そうだね、天皇杯決勝とかで、ね、優勝したしね、今日頑張りましょう。僕たちも横さんの下で J2 昇格に向けて頑張りますんで、柏レイソルも今年ぜひタイトルを応援してます。ありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。